はい、皆さんこんにちは。前回はディズニーシーの様子をお伝えしたんですけれども、今回は久しぶりにディズニーランドへ行きます。再開後週末土曜日のディズニーランドの様子、こちらをご紹介していきます。今回の動画最後まで見ていただければ、再開したディズニーランドの混雑状況、14時インで何個アトラクションに乗れるか、これらの内容が分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧ください。本日は7月11日土曜日です。開園まであと1時間あるので、舞浜駅のベッカーズで力をつけることにしました。注文したのはコーラフロートです。ちなみに先週は母親とインパしましたけれども、今日は一人でのインパです。ちょっと緊張します。ごちそうさまでした。 The resort finder is now arriving. Please stay clear until the gates are open.なるべく体力を温存するためにリゾートラインに乗ることにしました。たった一駅ですけれども、足腰を優先します。この日乗ったリゾートラインは通常タイプのものでした。開園45分前なので、ホームにはそんなに人はいませんでしたね。お腹がコーラでタプタプしています。やはり舞浜駅にはね、たくさんの人が来ています。ようこそ東京ディズニーリゾートへ。次は東京ディズニーランドステーションです。ディズニーランドに向けて歩いて向かう人もちらほら見えます。はい、ということでディズニーランドステーションに到着しました。時刻は13時20分、14時開園の40分前ですね。ゲート付近の様子を見ると、先頭から5列目ぐらいまで列ができています。40分前なんですけれども、思ったより人数は少ないですね。40分前到着でもだいぶ前の方で並べそうです。僕が列に並んで座った瞬間に雨と風が強くなりました。僕の人生はだいたいこんな感じです。開園の約20分前になりましたけれども、その瞬間にね、列が動いてゲートの前まで案内されるようになっています。荷物検査の前まで案内されるようです。後ろの列にもどんどん人が増えています。やはり皆さん開園の20分から15分前ぐらいに来る方が多いようですね。かなり前の方で並びたい場合は30分から1時間前ぐらいに来た方が良さそうです。はい、ということで14時になりまして、無事にインパすることができました。東京ディズニーランドウェルカムと書いてあります。早速ね、アトラクション何個乗れるか確かめていきたいと思います。14時からインしてもね、こうやってキャストの方が迎えてくれるのはすごく嬉しいです。僕が手を振るとスマホのカメラの画面が揺れてしまうので、心の中で手を振っています。アトラクションたくさん乗れますようにということで、シンデレラ城にお願いをしました。工事が終わってだいぶ綺麗になってますね。ちなみに工事が終わる前の様子はこんな感じです。今と全然違いますよね。全然違いますよね。それでは早速アトラクションどんどん乗っていきたいと思います。まず最初に乗るのはモンスターズインクライド&ゴーシークです。待ち時間は20分と書いてあります。列の最後尾までやってきました。ここどこだかわかりますでしょうか。このショーベースの一番左側の部分です。モンスターズインクの列かなり伸びています。ただね、列の進みはすごい早いですね。時刻は14時12分、並んでから5分ぐらいですけれども、モンスターズインクの建物が見えてきました。前方を見ると分かるようにかなり列が進んでいます。建物の中にはソーシャルディスタンスのテープが引かれています。皆様にお知らせします。トラムにご乗車中は安全のため、立ち上がったりトラムから手、足、触覚、尻尾などを出さないようお願いします。はい、ということで一つ目モンスターズインク終わりました。モンスターズインク初めて一人で乗ることができました。成長ですね。続いて並んだアトラクションはこちら。またショーベースまで列が伸びてますけれども、並んでいるアトラクションはスターツアーズです。待ち時間は25分と書かれています。スターツアーズ、The Adventures Continue、 アドベンチャーは続くと書いてあります。スターツアーズってゲストの誰か一人が画面に表示されますよね。スパイとしてあれに選ばれてしまわないか心配です。はい、何も心配ありません。列に並んでだいたい20分ぐらいで案内されました。8時間の表示マイナス5分ですね。トイストーリーマニアと同様に 3D メガネは手渡しです。いつも 3D メガネがどっさり置いてあるところ、こちらは空っぽになっています。ちょっと寂しいですね。スターツアーズ行ってきました。時刻は3時3分ですね。上から見ると長い列が伸びているのがよくわかります。続いて乗るのはこちら、スペースマウンテンです。本日3つ目のアトラクション、待ち時間は15分のようです。待ち時間が15分ぐらいだともうどんどん列が進みますね。約4ヶ月ぶりのスペースマウンテンなので、体にダメージが来ないかすごい心配です。
スペースマウンテンなんですけれども、一組ごとに一列ずつ開けてるようですね。ソーシャルディスタンス対策がしっかり捉えています。無事に宇宙から帰ってきました。現在時刻15時30分です。インパしてから1時間半が経過しています。まだ3つしか乗ってないんで、どんどん乗っていきたいと思います。お隣バズライトイヤーのアストロブラスター、待ち時間15分ということでこちらに乗ることにしました。バズライトイヤーアストロブラスター、最後尾は左曲がっとく。バズの最後尾はかなり後ろまで伸びてますね。時刻は3時36分、最後尾はこちらです。3時半過ぎ、ちょうどね、城前のグリの時間と被りました。グリを見たいという方はね、3時半ちょい前ぐらいにシンデレラ城付近で待機するといいのかなと思います。新人部隊の力を借りるしかない。新人スペースレンジャーの諸君、聞いてくれ。ザーンは我々のバッテリーで秘密兵器のパワーアップを取り込んで。15分で中に入ることができました。点数10万点を狙って頑張っていきたいと思います。アストロブラスターで人差し指を痛めました。続いてトゥーンタウンに来ています。現在16時、ロジャーラビットのカートゥーンスピンに並んでいます。こちらのアトラクションに乗るのは人生で初めてです。回転系のアトラクション苦手なんですけれども、カートゥーンスピン、スピンという単語があるのでかなり不安です。16時に並んだんで、だいたい20分ぐらいで乗り場に着くことができました。人生初のロジャーラビットカートゥーンスピン、なるべくスピンさせないようにして乗り切ることができました。内装がかなり可愛くて楽しかったですよ。続いてピノキオに乗っていきたいと思います。僕のお気に入りのアトラクションです。クリケットが好きです。ピノキオ並んでたらね、マスクの紐がちぎれました。人生で初めての経験です。めちゃくちゃ焦ったんですけれども、キャストさんに聞いたらね、マスク売ってるということで買いに行ってきました。パークで売っているマスクは1枚100円です。これはかなりありがたいですね。皆さんもインパされる際はマスクの指を持っていくといいかもしれません。気を取り直してもう一度ピノキオに並んでいます。待ち時間は10分でした。続いて乗るのはホーンテッドマンションです。待ち時間が13分ということで、多分5分ぐらいで乗れるかと思います。列もね、長いんですけれども、どんどん進んでいきます。ちなみに現在時刻は17時、閉園まであと3時間となりました。はい、終わりました。ホーンテッドマンションから出てくるまでだいたい10分です。最初あの天井が上がる仕組みのところ、あそこのプレショーはね、3密になるということでありませんでした。そのままホーンテッドマンションの乗り物に乗る感じです。どんどん行きましょう。続いては白雪姫です。白雪姫の待ち時間は15分でした。一組ずつ乗っていくので、僕は1台貸し切りということになります。白雪姫ちょっと怖いので、一人で乗り切れるか心配です。やっぱり白雪姫一人で乗るのはちょっと怖かったですね。次回は必ず誰かと乗るようにします。続いてご覧の通りビッグサンダーマウンテンに来ております。今最後尾に向かって歩いてるんですが、1時間は25分です。最後尾に着きました。この辺に足を踏み入れたのは初めてです。アスパラ的なものが映ってますね。ビッグサンダーマウンテン、列がどんどん進んでいます。なんかゆっくり歩いている感じですね。止まって待つ瞬間はほとんどありません。ちなみにビッグサンダーマウンテン乗るのは約3年ぶりです。シューティングギャラリーにも列ができていて、こちらは15分待ちでした。上から見るとこんな感じです。列は長いんですけれども、どんどん進んでいきます。待ち時間25分で表示されてたんですけれども、実際は15分で行けました。ありがたいです。はい、続いてピーターパンにやってきました。勝手にディズニーランドのソアリンだと思っています。ピーターパンの待ち時間は25分です。時刻は18時です。ピーターパンに並んでるんですけれども、ちょうどね、ミッキーミニーたちがやってきました。
ピーターパン、ちょうど25分ぐらいで乗り場に着きました。これも一人で乗るのは初めてです。時刻は18時20分、閉園まであと1時間半です。続いて乗るのはこちら、スプラッシュマウンテンです。気温が高いので濡れていきたいと思います。ちなみにスプラッシュマウンテン待ち時間は45分です。いい叫び声ですね。スプラッシュマウンテン、この位置からだと20分待ちとなります。 You may get wet、 濡れるかもしれませんと書いてますね。列はどんどん進んでいきます。もともと45分待ちというふうに言われてたんですが、実際は35分で乗り場まで着くことができました。10分早かったですね。スプラッシュマウンテン乗り終えました。マスクも濡れました。ウエスタンリバー鉄道、それからジャングルクルーズなんですけれども、こちらは閉園が近いということでラインカット、並ぶことができませんでした。時刻は19時24分、ポップコーンの販売もおしまいのようです。もしポップコーン食べたいという方はなるべく早いうちに買っておくのが安全です。閉園まであと30分となりました。お気に入りのアトラクションの一つ、カリブの海賊に乗っていきたいと思います。今立っている最後尾、こちらから15分待ちです。建物の外にね、かなり長い列ができています。建物の中に入るまで5分くらいかかりました。カリブの海賊、入り口に到着です。この位置から乗り場まで10分ということが書かれています。久しぶりに見ましたカリブの海賊のボート、このボートを見るとテンションが上がります。いつもこの辺からする塩素の匂いはあんまりしませんでしたね。カリブの海賊、無事に終わりました。ここの部分エスカレーターなので助かります。足腰に優しいですね。時刻は19時52分、閉園まであと8分です。ワールドバザール付近に来ましたけれども、お土産を求める人ですごいごった返しています。入れるお店まだあるんですけれども、お店によってはね、もう締め切っているお店もあります。左手に見えている列はグランドエンポリオに並ぶ人たちの列です。グランドエンポリオもうね、列並べないようになっています。お土産をね、買う予定の方はぜひね、先に買っておくことをお勧めします。はい、ということで週末土曜日の東京ディズニーランド、14時から閉園までの様子をお伝えしてきました。プレターアトラクションは全部で12個でした。これからね、ディズニーランド行く方へアドバイスするとしたら3つあります。まず、開園前に先頭付近で並びたい場合は1時間前に着く、マスクは予備を持っていく、パークでも買えますが買う時間もったいないんでね、それからお土産は先に買っておく。今回インパしてこの3つ皆さんにお伝えしたいと思います。今後ね、ディズニーに行かれる方に少しでもお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではディズニー関連の動画日々アップしますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。